しぶりにゃ、アイさんです。アイさんは虹の端で悠々自適な毎日を過ごしてるにゃ。ソラ君と福姫も下界で元気いっぱいに過ごしてるにゃ。アイさんチャンネルは今後新たな動画をアップすることは基本的にないと思うけど、メモリアルチャンネルとして存在していくにゃ。今アップしてた動画は整理中で非公開になってるけど、今後少しずつ再開していくから見てくれたら嬉しいにゃ。今日は家来のトラミからお知らせがあるみたいだから、このまま聞いてくれたら嬉しいにゃ。皆さん、ご無沙汰しております。家来のトラミです。愛さんチャンネルをご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではキジトラナイさん、柴犬のソラくん、福姫がメインでしたので、顔出しも声出しも基本的にはやらないスタイルでやってきました。今回がほぼ初の声出しとなり、ちょっと緊張しています。今日はお知らせがありまして、私最近時空先生という超イケボで歌なんかもされている YouTuber さんと一緒に YouTube ライブを始めました。時空先生のチャンネル内でスナックおしゃまんべという番組名で、週1ペースだいたい土曜か日曜の23時45分からライブ配信しています。時事ネタやちょっと哲学的な話、映画レビューなど多岐にわたって時空先生と一緒にお話ししています。遅い時間帯ですので、なかなかリアルタイムでは難しいかもですが、アーカイブでも構いませんのでご覧いただけたら嬉しいです。時空先生もお一人で時事ネタだったり歌配信をされているんですが、博識なので勉強になりますし、歌がとにかくうまいので、ぜひ他の動画もご視聴いただいてチャンネル登録いただけたら嬉しいです。以上、家来のトラミマミでした。バトンタッチしてまた愛さんにゃん。長々とにゃったけど、最後までご覧いただきありがとにゃ。スナックおしゃまんべ愛さんからもぜひよろしくお願いいたしますにゃ。だんだん寒くなってきたから、みんな体調に気をつけてにゃん。またいつかどこかで会えるといいにゃんね。それではバイにゃー。